はず。パシン。あ、そう。あぶない、あぶない。レッツゴー。フランス、シャルル・ゴール・ド・ユキ。シャルル・ゴール。シャルル・ゴール。シャルル・ド・ゴール。なんだっけ？どっち、どっち行く？どっち行く？あっち行く？着いたっすよ。シャルル・ド・ゴール。パリ。フランス・パリでございます。なるほど。はい、やってきました、フォンロメ、はい、フランスのワールドカップのコースがあるスキー場ですね。公式トレーニングデイ2、今日の天気は曇り、そして気温は昨日より低いです。で、現の、結構調子もちょっと良くなってきたんで、今日は多分一緒にコートレしていきたいと思います。で、まあ、多分今日天気曇っててちょっとフラットライトなんで、ゴーグルは明るめのレンズ、辻井も、はい、はい、まあ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 、そうだ。そして雪が降ってんのかな、これは。まあいい感じのコンディションっちゃコンディションですですです。
はい、レッツ公式トレーニング終了しました。明日から予選でございます。で、まあ本日、まあ、自分はとりあえずルーティン決まって合わせ切ったし、合わせ切って切ったとか、まあ、本番で合わせるだけなんですけど、まあ、全てのルーティンが決まったんで、まあ、あとは本番でどう合わせていくかって感じです。で、今回藤井源は、内側靭帯やっぱ痛いってことで、次のイタリアかな、今回は危険です。よし、まあ、とりあえず明日予選、まあ、かましていきたいと思います。じゃあまた、はい、じゃあね、バイバイ。Oh!